アイオワ州はアメリカ合衆国中西部に位置しアメリカのハートランドと呼ばれる州である。1846年12月28日にアメリカ合衆国29番目の州となった。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第26位、人口では第30位である。州とかつ人口最大の都市はデモインである。アイオワという名前は ヨーロッパ人がこの地域に探検に入った時代に数多く住んでいたインディアン部族の中のアイオワ族から取られた。その意味はインディアン部族の数族の言葉で眠たがりという意味である。アイオワ州法によってアメリカ合衆国大統領選挙の前哨戦である大統領候補指名党員選挙を全国に先駆けて行うことが定められている。したがってアイオワ州党員選挙は 大統領選挙の初戦としての位置づけにあり、大統領選挙の際には世界的に注目される。なお、アイオワ州党員選挙にて敗北した候補者が大統領に就任した例は少なく、アイオワを制する者が大統領選挙を制するとも言われている。漢字表記は愛役愛。アイオワ州となった地域はフランスのヌーベルフランスと呼ばれた植民地に属していた。 アメリカ合衆国によるルイジアナ買収後、開拓者が農業に基づく経済の基礎を作り、コーンベルトと呼ばれる地域の中心になった。世界の食料の首都と呼ばれることも多い。20世紀の後半に農業経済から先進的製造、加工、金融、バイオテクノロジー、再生可能エネルギーなど多様な経済分野に移行してきた。生活するには、 安全な州として位置づけられてきている。エッジウォーターパーク遺跡の発掘、3800年前のものとされている、現在のアイオワ州には1万3000年前に先住民族が現れており、高新世の氷河作用を受ける環境の中で、資料採集型の生活を送っていた。ヨーロッパ人探検家がアイオワを訪れた時までに、インディアンの多くは、複雑な経済、社会、 政治の仕組みを持つ定住型農公民となっていた。この転換はゆるりと進行していた。古代、インディアンは土地の環境や生態系に適応し、人口が増えるにつれて定住型に変わってきた。古代後期にあたる3000年以上前、インディアンは植物を栽培するようになった。その後のウッドランド沖には農業や社会的仕組みへの依存度が増し、マウンド、 土器を呼び特化された生活手段が増えた。西暦900年頃からの後期前史時代、トウモロコシの栽培が増え、社会的な変化によって繁栄し中核のある集落ができていった。ヨーロッパからの交易品と薬病が入ってくるようになると劇的に人口が減少し、新山の部族やヨーロッパ人初期探検家と交易業者によって経済と社会が激変した。 ヨーロッパ人による初期探検の時代には、アイオワに多くのインディアン部族が住んでいた。前世時代のオネオタ族の子孫とされるのは、ダコタ族、ホーチャンク族、アイオエイ族、オトウ族などである。前世時代後期あるいは、有史初期にこの地域に入ってきた部族としては、イリニウエク族、メスクワキ族、オマハ族、ソウク族などがいた。1718年のアイオワ州。 現在の周域をハイライトで示すこの地域を訪れたことが記録されている最初のヨーロッパ人は1673年にミシシッピ側の探検をしていたケベック出身のフランス人ルイ・ジョリエと彼と行動を共にしたフランス人宣教師ジャック・マルケットだった彼らはアイオワ側の岸にあったいくつかのインディアン集落について記録を残したアイオワを含む地域は フランス領とされ、1763年までフランス領ルイジアナと呼ばれた。フランスは、フレンチ・インディアン戦争の敗色が濃くなったこの年に、同盟国であるスペインにルイジアナを譲渡した。スペインは、アイオワの地域に大変緩やかな支配しか行わず、フランス人やイギリス人の交易業者に交易の免許を与えたので、ミシシッピ側やデモイン側の岸に交易拠点が作られた。 ヨーロッパ人交易業者はインディアンから得られる鉛と毛皮に興味を抱いた。18世紀後半から19世紀前半にかけて、ソーク族やメスクワ貴族がミシシッピ川流域の交易を事実上支配した。ヨーロッパ人交易業者にはジュリアン・デュビウュク、ロベール・ラサール、ポール・マランなどがいた。1808年以前にミズーリ川沿いには少なくとも5カ所に、 フランス人とイギリス人による交易所ができていた。1800年、フランスのナポレオン・ボナパルトがサン・イルデフォンソ条約でスペインからこの地域の支配権を取り戻した。1803年のルージアナ買収の後、アイオワはアメリカ合衆国の支配下となった。1805年にゼブロン・パイクがアイオワ大半の地図を制作したが、マディソン・トリレを建設したのは1808年に、 なってからであり、アメリカ合衆国は、ようやくなんとか地域の軍事的支配を行うようになった。マディソン・トリデの平面図、1810年マディソン、トリデは、ミシシッピ・川上流域での交易の支配と、アメリカ合衆国の存在孤児のために建設されたが、お粗末な設計によっており、まだ、イギリスと同盟しており、地域の領有権を放棄してはいなかった総区族や、 ホーチャンク族には嫌われた。米英戦争中の1813年、マディソン砦はイギリスに支援されたインディアンに落とされ、ウィスコンシンのプレイリードシェンにあった、シェルビートリ出もイギリス軍に落とされた。総ク族のブラックホーク州長がマディソン砦の包囲戦に加わった。米英戦争の終戦後、アメリカ合衆国は、イリノイにアームストロング砦、ミネソタニスネリング砦、ネブラスカに アトキンソントリディを構築して、地域支配を取り戻した。アイオワのインディアン領土獲得の図アメリカ合衆国は、ミシシッピ川東岸への入植を奨励し、インディアンの西方への移住を進めた。毛皮と鉛の交易は続いていたが、薬病とインディアンの強制移住によってその文化と経済を破壊していった。1804年に、総ク族の集長。 カシカメとウィリアム・ハリソンの間に結ばれたイリノイ領土の大半をアメリカ合衆国に譲渡する条約は多くのソーク族を怒らせ1832年のブラックホーク戦争につながった。ー棄に対する懲罰としてまたより大きな開拓戦略の一部としてその後の条約でアイオワからすべてのインディアンを追い出すように図られた。ソーク族とメスクワキ族は 1832年にミシシッピ川流域から、1843年にアイオワ川流域から、さらに1846年にはアイオワ全体から追い出された。メスクワ貴族の多くは後にアイオワに戻ってきて多摩近くに落ち着いた。メスクワ貴族の集落は今日も残っている。1856年、アイオワ州議会はメスクワ貴族が土地を購入することを認める前例の 内法を成立させた。通常のインディアンにそのようなことを認めることはなかった。ホーチャンク族は1850年にアイオワから追い出され、ダコタ族は1850年代後半に排除された。現在のカウンシルブラフス市周辺のアイオワ州西部は、ポタワトミ族など他の部族が西方に移動するための中継点として使われた。アイオワ準州省アイオワに公式に アメリカ合衆国の開拓者が入ったのは1833年だった。彼らは主に家族を連れて、オハイオ州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、インディアナ州、ケンタッキー州、バージニア州などから移ってきた。ミズーリ順州の一地区となったアイオワは、以後、ミシュガン順州、ウィスコンシン順州を経て、1838年7月4日、アメリカ合衆国議会が、 アイオワ巡州を設立した。マーティン・バン・ビューレン大統領が、ロバート・ルーカスを巡州知事に指名した。当時のアイオワは22の訓があり、人口23,242人だった。巡州になるのとほとんど同時に、州昇格を求める声が起こった。1846年12月28日、ジェームズ・ポーク大統領がアイオワの編入法に署名して、 アイオワは合衆国29番目の州に昇格した。この昇格と同じ頃に、境界論争も解決され、その領土はインディアンから購入したものが大半だった。アイオワ州は発展計画に取り掛かり、若いフロンティアの州の肥沃な農業用地、素晴らしい市民、自由で、開放的な社会及び良い政府を宣伝して、開拓者と投資家を引きつける、組織的な運動を行った。 アイオワ州では昔から州祭や軍祭が行われている。第1回と第2回のアイオワ州祭はフェアフィールドのより開発の進んだ州東部で開催された。第1回は1854年10月25日から27日に開催され、費用は約323ドルだった。その後会場は州中央部に近づいていき、1886年からは 州とデモインで開催されるようになった。1898年は、米西戦争が起こり、ネブラスカ州オマハで、トランスミシシッピ博覧会が開催されたので、州祭の開催は見送られたが、これ以外は、毎年続いていた。さらに、第二次世界大戦の1942年から1945年にも、中断された。アイオワは、 1860年の大統領選挙では、エイブラハムリンカーンを強く押し、南北戦争でも北軍を支持した。その一方で、南部出身の開拓者やカトリック教徒の中には、カッパーヘッドと呼ばれた強い反戦の動きがあった。州内で戦闘はなかったが、クロトンからデモイン川対岸のミズーリ州アセンズでは、1861年に戦闘があり、砲弾が州内に着地した。 アイオワ州からは多くの食料が北軍や東部の都市に送られた。アイオワ州が北軍を支持したのは戦地に知事を務めたサミュエル・カクウッドの功績によるとされている。当時の人口67万5千人から約11万6千人が軍務に就いた。南北を問わず他州よりも大きな比率で志願兵となり7万5千人が兵役について、 南軍がアポマトックスで降伏するまでに、その6分の1が戦死した。多くの兵は、ミシシッピ川流域戦線や南部での大きな作戦で戦った。ミズーリ州でのウィルソンズ・クリークの戦い、アーカンソー州でのピー・リッチの戦い、ヘンリー・トリデとドネルソン・トリデ、シャイロー、チャタヌーガ、チカマウガ、ミッショナリー・リッチ、ロス・ビル・ギャップ、さらには、ビックスバーグ、イウカ、 コリンスと戦いが続いた。バージニア州ではポトマック軍に入り、シェナンドーバレーではフィリップ・シェリダン将軍の下で戦った。多くの兵がアンダーソンビリュで戦死し埋葬された。ナサニエル・バンクス将軍が率いたレッドガー方面作戦にも参加した。アイオワ州出身の27人の兵士がアメリカ合衆国議会の送る最高の軍事勲章である名誉勲章を贈られ、 南北戦争では初めてのものだった。アイオワ州からは、グレンビル・メレン、ドッチ、サミュエル・アル・カーティス、フランシス・ジェイ・ヘロン、フレデリック・スティールといった4人の少将や、その他の順将を排出し、戦後は彼らが州内や国内で結出した存在になった。1875年のアイオワ州、農園南北戦争後、アイオワ州の人口は劇的に増加した。 1860年に67万4913人だったのが、1870年には119万4020人となった。1850年代と1860年代に鉄道が開通し、アイオワ州は主要な農業生産州になった。1917年、アメリカ合衆国は第一次世界大戦に参入し、アイオワ州は戦時経済を経験した。 農夫にとってこの変化は重要だった。1914年に戦争が始まった時から農夫は経済的繁栄を味わっていた。他の産業分野でもかなりの変化が進行した。1870年代に始まった農業関連の産業に加えて事業や製造業の数が次第に増えていった。農業経済から複合経済への移行はゆるりだった。世界恐慌と 第二次世界大戦がその動きを加速させ、小農から大規模農業に変わり、都市化の動きが始まり現在も続いている。第二次世界大戦以降、特に製造業が増えた。農業は依然として、週最大の産業だったが、冷蔵庫、洗濯機、万年筆、農業機械、加工食品など様々な製品も製造され始めた。1980年代の農場危機によって、 州内が大きな不況となり、世界強行以来の貧窮を生み出した。この危機で、州人口が減り始め、10年間は続いた。1980年代を底として、アイオワ州経済は農業への依存を徐々に脱し、現在は製造業、バイオテクノロジー、金融、保険、及び行政サービスの複合的な様相になっている。州人口は、 国内平均よりも高い成長率を示している。人口は圧倒的に都市部に偏っている。アイオワ州の地形図、軍と主要河川が見られる。アイオワ州は北に、ミネソタ州、西に、ネブラスカ州及びサウスダコタ州、南に、ミズーリ州、東に、ウィスコンシン州及び、イリノイ州と接している。ミシシッピ川が東の宗教となっている。一方、 西の宗教は、スーシティより南では、ミズーリ側、北では、ビッグガ側の流路をもってそれぞれ定められている。北の宗教は、河川の流路や山の稜線などの自然物ではなく、北緯43度30分で直線的に決められている。南の宗教は、デモエン側と北緯40度35分にほぼ沿っては、いるが完全に直線ではない線となっている。 これは1839年のハニー戦争と呼ばれたミズーリ州とアイオワ州の間の宗教紛争が膠着化した後に1849年のアメリカ合衆国最高裁判所によるミズーリ州対アイオワ州事件判決で決着したものである。東西の宗教が完全に河川で構成されていることでは全米唯一の州である。 アイオワ州は99の軍に分割されるが、リーグのみ2つの軍庁所在地を持つため、軍庁所在地の数は100である。州とデモイン市は、ポーク軍に位置している。デソト国立野生生物保護区にある、デッソトコデラウェア軍にある、ファウンテンスプリングス公園アイオワ州の岩盤地質は、外して西から東に行くに従って年代が古くなる。北欧部の白亜紀の岩盤は7400万年。 前のものであり、東部のカンブリア機の岩盤はおよそ5億年前のものである。地形は平坦ではなく、うねりのある丘陵で構成されている。アイオワ大学のプライヤーは、氷河作用、土壌、地勢、及び河川流域によってアイオワ州を8つの地域に分割した。オード丘陵は西側宗教に沿ってあり、そのうちいくつかは数百フィートの深さがある。 北東部のミシシッピ川沿いでは氷河作用を受けていないために氷河岸のない地帯であり山岳部の急峻な丘陵や渓谷がある。最も著名なスピリット湖、ウェストコボジ湖、および州北西部のイーストコボジ湖等、州内にいくつかの自然の湖が存在する。東部にはクリア湖がある。人工湖としてはオデッサ湖、セーラービル湖、レッドロック湖、コーラルビル湖、 マクブライド湖、ラスバン湖がある。州北西部にはバリンジャースローなど、かつて共通の湿地だったところの名残もかなり多く残っている。自然の植生は、高知地域では高草プレーリーとサバンナ、氾濫源や保護された河川流域では深い森と湿地、北部のプレーリーでは深いくぼみのある湿地である。土地の大半は農業に使われ、工作用地が 領域の60%、草原が30%、森林が7%、都市部と水域が1%となっている。高密度の家畜施設がその数を急速に増やしたために、田園部の水質を抱くと大気質の低下の危険性が高まっている。州内環境を悪化させるその他の要因として、古い石炭焚き火力発電所の広範な利用、農耕用地からの農薬や、 殺虫剤の流出、及び上段体水槽の消失が挙げられる。アイオワ州の自然のままの地域に乏しい。かつて州内の土地の大半を追っていた、高草プレーリーの1%足らずが手つかずで、残っている。プレーリー干没湿地の約5%のみが残り、原生林の大半は失われた。公共用地の保有率は全米第49位である。 絶滅が危惧される動物としては、アメリカコアジサシ、フエチドリ、インディアナコウモリ、パリッドチョウザメ、アイオワコウシンヨリクガイ、ヒギンズアイパールイシガイ、トピーカシャイナーがある。絶滅が危惧される植物としては、西プレーリーサギソウ、東プレーリーサギソウ、ミードトウワタ、プレーリー、ブッシュクローバー、ノーザンワイルドトリカブトがある。中西部の大半と同様に出順大陸性、 気候であり暑さも寒さも極端に走りやすいデモインでの年間平均気温は下肢50度である北部ではこの数字が下肢45度以下になりミシシッピ川沿いのキカックでは下肢52度となる冬は厳しく降雪が多い春は異常気象の季節の始まりである年間の雷雨発生日数は平均約50日である竜巻は 春から夏にかけて多く、年間平均では37回である。2008年には、州内で竜巻による死者が12人となり、1968年以降では最悪となり、2001年からの年間発生個数では105個で第2位となった。夏は暑く、湿度が高い。日中の最高気温は、下肢90度近くになることが多く、時には下肢100度を超える。 平均的な冬には氷点下になり、下肢0度以下になることもある。過去最高気温は1934年7月20日の旧角区で記録された下肢118度、過去最低気温は1996年2月3日にエルケーダーで記録された下肢47度だった。州内の雨量の分布では、比較的なだらかな勾配を描いており、南東部の年間雨量は38インチ以上。 北西部は28インチ未満となっている。夏季に雨が多いのは州内共通である。州内のほぼ中央にあるデモン子で4月から9月に年間降水量34.72インチの3分の2以上が降っており、年間降水量の半分は5月から8月の間に降る。アイオワ州の人口密度図アメリカ合衆国統計局の 推計では2011年7月1日時点のアイオワ州人口は306万2309人であり、2010年国勢調査から0.52%の増加だった。国内50州の中で人口では第30位である。住民の72.2%はアイオワ州内の生まれであり、23.2%はアメリカ合衆国の中の多州生まれ、0.5%は プエルトリコ、アメリカ領当初地域生まれ、またはアメリカ人の両親のもとに海外での生まれ、4.1%は外国の生まれだった。2008年時点の推計で、アイオワ州人口は300万2555人、前年より約1万9000人、0.6%増加し、2000年より7万6000人、2.6%増加していた。この年は、 アイオワ州の人口が初めて300万人を超えた時だった。2007年では2000年国勢調査からの自然増53,706人があり、州外への移住によって11,754人が減少していた。その内訳として国外からの転入者は29,386人増だったが、国内多州への転出者が41,140人間だった。 アイオワ州の人口の6.1%は5歳以下であり、22.6%が18歳以下、14.7%が65歳以上である。女性は人口のおよそ50.8%である。州平均の人口密度は52.7人、平方マイルである。アイオワ州の人口重心はマーシャルタウン市がある、マーシャル軍となっている。アイオワ州の人種的な構成は、 以下の通りである。州内で申告された祖先による構成比は、ドイツ系、アイルランド系、イギリス系、アメリカ人、ノルウェー系だった。2000年時点で、アイオワ州住民の61%は都市部に住んでおり、田園部から都市部に移る傾向は20世紀初期に始まっていた。2000年から2008年の間に都市部人口は8.5%増えたのに対し、 田園部人口は4.2%減少した。この人口移動によって、ダラス軍、ジョンソン軍、リン軍、ポーク軍、スコット軍等の都市化軍で人口増加が進み、逆に田園部軍は減少した。アイオワ州は中西部各州とともに田園部の過疎化を痛感しているが、州人口は1990年頃から増加している。デニソンやストームレイクのような小さな町では、 人口流出を移民労働者で補っている。もう一つの問題は頭脳流出である。教育を受けた若者はさらに高い教育や就職の機会を求めて他州に出ていく傾向にある。1990年代単身の教育を受けた若者が他州に出ていく率を見るとノースダコタ州に次いで第2位だった。このことは経済的な手詰まりや 残った市民に対するサービスの低下につながっている。アイオワ州民の94%が英語を話しており、最も普通に使われる言語である。ウィリアム・ラボフとその同僚による北アメリカ英語地図によれば、アイオワ州で話されている英語には2つの大きな地域区分がある。スーシティ、フォートドッジ、ウォータールー各市を含む州北部生まれのものは、 北中部アメリカ英語と呼ばれる方言を話す傾向にある。これは、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ミネソタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州でも聞かれるものである。カウンシルブラフス、ダベンポート、デモイン、アイオワシティ各市など州中部と南部では、北ミッドランド英語と呼ばれる方言を話す傾向にある。これは、ネブラスカ州、イリノイ州中部、 インディアナ州中部でも聞かれる。英語に続いてはスペイン語が多く話されている。州内にはヒスパニックあるいはラテン系出身住民が12万人おり、4万7千人はラテンアメリカ生まれである。第3位がドイツ語であり、1万7千人が話している。ドイツ語にも2つの方言があり、アマノコロニー周辺で話される、アマナドイツ語とアーミッシュの間で話されている。 ペンシルベニアドイツ語である。他の言語は社で、州人口の0.5%を超えるものはない。インディアンの言語では、メスクワキセトルメント周辺で使われるメスクワキ語がある。ドイツ出身の経験主義教徒が設立したアマナコロニー2001年のニューヨーク私立大学による調査では、アイオワ州の住民の宗教的分布は以下の通りである。昔からアーミッシュや、 目のナイトなど社会から離れて生活することを望む宗教的会派がカロナの近くやデイビス軍、ブキャラン軍など中東部に自分たちの街を作ってきた。その他の同様な会派としてウェストブランチやルグランド周辺のクエーカー教都、アマナコロニーを設立したドイツピエテースとマハリシュベーディックシティを設立したトランセンデンタルメディテーション追随者、 ダビュークに近いニューメルレー修道院や、アワーレで呼ぶ、ミシシッピ修道院の死闘修道会修道士、修道所がある、アイオワサックフォックス族の部族国旗。緑と赤は、それぞれの部族を表す色である、アイオワサックフォックス族の保留地は、この多摩郡の一角にある、アイオワサックフォックス族の保留地の給水塔、この州に占入したダコタス族、ウィンネパーゴ族、 アイオワ族、オトウ族など、インディアン部族は、19世紀に他州に、強制移住させられた。現在、サックフォックス族のみが、アメリカ連邦政府から、公式認定された部族として、同州多摩軍に保留地として、メスクワキ居住地を領有している。サックフォックス族のサック族は、正式には、アサキワキ、フォックス族は、メスクワキといい、古来禁煙部族として、 緊密に提携している。彼らはもともと東部森林地帯の部族だが、18世紀初頭から始まる、フランス人入植者と合衆国との代理戦争である、フォックス戦争によって、領土を奪われ、ブラックホーク戦争の後、1857年に一部が、この州に強制移住させられた。アイオワ州の多、多摩郡、多摩市は、ホックス族の英雄、タイマーの名にちなんだ名である、 合衆国政府は、インディアン寄宿学校へのインディアン児童の入学強制で、メスクワ貴族の母族語を奪った一方で、1941年1月、27人のフォックス族を米軍に徴兵し、ナバホ族やコマンチ族と共に暗号話者として戦争に利用した。フォックス族の部族語が暗号として利用されたのは、アフリカ北部戦線における対ドイツ戦だった。 ナチスドイツはホックス族の言葉を全く解読できなかった。隣州のネブラスカ州のインディアンブー族、オマハ族とウィンネバー語族はアイオア州で、それぞれインディアンカジノのカジノマハ、鉄の馬のバーカジノを経営している。これはインディアンカジノの立地条件を州政府の管轄外の土地に限るというインディアント爆法の規定により、 アイオワ州に彼らインディアン部族が土地を買い、これを連邦内務省に信託して、州の権限の及ばない内務省が保留した土地とし、そこにカジノを建設したものである。ソーク族とメスクワ貴族がメスクワキビンゴカジノホテルを経営している。このうちオマハ族のカジノマハは1992年開業の古参カジノであるが、3軒のカジノが近在に立ち、 営業不振となっていた。2009年7月に一時閉店となり、オマハ族はカジノ再開を目指している。デモイン市のスカイライン、アイオワ州と、かつ、人口最大の都市デモイン市は、アイオワ州と、かつ、人口最大の都市であり、政治と経済の中心である。市内には、アイオワ州会議事堂アイオワ州歴史協会博物館、ドレーク大学、デモイン芸術センター、 デモイン植物学センター、プリンシパルリバーウォーク、アイオワ州祭会場、テラスヒル、ワールドフェードプライズがある。キングオには、アルトゥーナのアドベンチャーランド、アーバンデールのリビングヒストリー農園、コルファクスのトレインランド USA、ニュートンのアイオワスピードウェイがある。エイムズ市には、アイオワ州立大学、アイオワ州立センター、レイマン庭園がある。 ブーン市では2年に一度のファームプログレスショーを開催しており、マミーダード・アイゼンハワー博物館、ブーン、アンドシーニックバレー鉄道、レッチス州立公園がある。多摩の西にあるメスクワキセトルメントは、州内唯一のインディアン居留地であり、毎年大がかりなパワーを開催している。クリント・イーストウッドの映画、マディソン軍の橋は、同名の小説を題材にしており、 アイオワ州マディソン郡が舞台となり、撮影も行われた。マディソン郡ウィンターセット市には、ジョンウェイン製探知博物館もある。その他に、歴史的な中心街のある街として、インディアノーラ、ペラ、ノックスビル、マーシャルタウン、ペリー、ストーリーシティがある。アイオワシティ、九州とダベンポートスカイブリッジ内部アイオワシティには、アイオワ大学、アイオワライターズワークショップ、 九州会議児童がある。ユネスコの創造的都市ネットワークにおいて最初の文学都市とされている。ウェストブランチ市にはハーバート・フーバー国立歴史史跡と同大統領図書館、博物館がある。アマナコロニーズはドイツペーテイストの入植地であり、アメリカが衆国国定歴史建造物にも登録される7つの村がある。シーダーラピッツ美術館にはグラントウッドや マービン・コーンの絵画が収集されている。同紙には、国立チェコスロバキア博物館、図書館や、州内唯一の歴史保存国立新宅地である、ブルース・モア・邸宅がある。ブルース・モア・邸宅シーダー・ラピッツ・ダベンポート市には、フィッケ美術館、リバー・ミュージック・エクスペアリアンス、パットナム博物館、アイマックス劇場、ダベンポート・スカイ・ブリッジ、クアット・シティ交響楽団、 バレエクアッドシティーズがあり、毎年、ビッグス・バイダーベック記念ジャズフェスティバルや、国内最大のエアショーである、クアッドシティエアショーを開催している。その他に、歴史的な中心街のある街として、ウェストリバティ、フェアフィールド、バーリントン、マウント・プレザント、フォート・マディソン、ルクレール、マウント・バーノン、オッタムは、ワシントン、ウィルトンがある。アイオワ州でも、最も劇的な光景は、 特徴的なオード丘陵で見られる。アイオワグレートレイクスには、スピリット湖、アーノルズ公園、オコボジ湖などいくつかのリゾート地がある。チェロキーのサンフォード博物館、プラネタリウム、ウェストベンドの食材のホラーナ、エルクホーンのオランダイミン博物館、フォートドッジのフォート博物館とフロンティアビレッジが観光地になっている。スーシティシには、再活性化された中心街があり、 サージェントフロイド記念碑、サージェントフロイドリバー博物館、オーフェアム劇場がある。モンダミー東のオード丘陵集南西部の主要都市で、あるカウンシルブラフスには、オード丘陵国立警官速道の入り口がある。市内には3つのカジノリゾートがあり、またウェスタンヒルズトレールセンター、ユニオンパシフィック鉄道博物館、クレンビルエムドジカオク、ルイス・クラーク記念碑など、 文化的な観光地もある。州北西部には世界でも最大級の風力発電施設の集積がある。その他西部にある歴史的な中心街のある街として、ストームレーク、スペンサー、ルマーズ、グレーンウッド、キャロル、アトランティック、レッドオーク、デニソン、クレストン、マウントエア、サックシティ、ウォルナットがある。あとキンソン砦の廃墟州北東部の氷烈岩のない、 市内には、急峻な丘陵と深い渓谷があり、森林や暖球が間に入っている。アラマキー郡とクレートン郡にあるエフィジーマウンド国立保護区は、世界でも最大級の動物の形をした、前世時代のマウンドが集まっている。ウォータールー市には、クラウト博物館があり、サイロススモークスタックス国立歴史遺産地域の本部がある。シーダーフォールズ市には、 北アイオワ大学がある。ダビューク市には、国立ミシシッピ川博物館、水族館やダビューク港があり、観光地になっている。ダイアーズビル市には、映画、フィールド・オブ・ドリームスの舞台になった、野球場がある。マコウケタに近いマコウケタ洞窟修立公園には、他の、どの修立公園よりも多くのホラー穴がある。 ポートアトキンソンのアトキンソン取り出立保存区には1840年代に作られた竜気兵取り出の跡が残っている。その他に歴史的な中心街のある街としてデコラ、マグレガー、メイソンシティ、エルケーダー、ガッテンバーブ、アルゴナ、スピルビル、チャールズシティ、インディペンデンスがある。レジスターズアニュアルグレートバイクライドアクロスアヨワは数多い自転車競技者と支援者を集めている。 1973年から毎年州内を通る様々なコースを使ってきた。州内には70以上のワイン醸造所があり、5つの地域ワインシンイントレールを開催している。多くの町では暖かい時期の通常週末に産地直結市を開催しており、大都市では多様な市を開催している。アイオワ州会議事堂、1886年観光。 中央の金色のドームを4つの小さなドームが囲んでおり、全米の集会議事堂の中でも5つのドームがあるのはここだけである。アイオワ州最高裁判所デモイン市の集会議事堂からは通り向かい、コートアベニュー沿いにある2012年時点のアイオワ州、知事はテリー・ブランスタッドである。アイオワ州法典はアイオワ州の制定法を含んでいる。アイオワ州議会サービス局によって、 定期的に更新されており、奇数年に審判が、多摩数年に、ホイ版が出版される。アイオワ州はアルコールを、専倍制にしている。サミュエル・カーク・ウッド、アイオワ共和党の設立者、奴隷制度廃止論者、南北戦争時の知事アイオワ州では、政党という言葉は、前の一般選挙で大統領あるいは知事への投票2%以上を集めた政治組織を指している。 現在は共和党と民主党の二大政党を認めている。第三政党、公式には無党派政治組織は候補者名簿に載せることができる。2004年以降で候補者名簿に載った政党としては憲法党、アメリカ緑の党、リバタリアン党、アメリカ海賊党、社会主義労働者党があった。アイオワ州は長年共和党の強い地盤だった。 州昇格の時から1969年までアメリカ合衆国上院議員に民主党員を選んだのは3人のみだった。しかし1980年以降国政においては激戦州になってきた。クック投票動向指数の解析では民主党プラス1となっておりやや民主党に傾いてきている。しかし政治的な均一性にはほど遠いものでもある。外資って州党部は 民主党を強く支持し、西部は共和党支持である。デモイン氏は民主党寄りだが、中部は様々である。クック投票動向指数では、アメリカ合衆国会議員の選挙区で、東部と南東部にある第2選挙区が民主党プラス7ではっきりと民主党支持であり、西部の第5選挙区は共和党プラス9で強い共和党支持である。 国勢調査によるアメリカ合衆国会議員定数調整の結果、アイオワ州選出の議員は5人から4人に減らされ、2012年からの適用となった。新しく引き直された選挙区で2大政党の争いが激しくなることが予測されている。選挙区の再編成は無党派委員会で策定され、衆議会の承認を求めて提出される。 軍の一つ一つは分割されないことになっている。大統領選挙では、1968年から1984年まで共和党候補を選び、1988年から2000年までは民主党候補を選んできた。民主党候補が勝ったとしても、その票差は4000票程度に過ぎなかった。2004年では、ジョージ・ W ・ブッシュに約1万票差で勝たせたが、2008年では、 バラク・オバマに約15万票で勝たせた。2010年中間選挙でアイオワ州議会は会員が共和党、上院が民主党の多数派となった。2010年に現職知事民主党のチェット・カルバーを破ったのが共和党のテディ・ブランスタッドだった。ブランスタッドは1983年から1999年まで知事を務めていた。アイオワ州は4年に一度、 大統領候補指名党員集会を最初に開く州としてかなりの注目を集めてきた。翌週に行われるニューハンプシャー州予備選挙とともに2大政党の大統領候補を選ぶための出発点である。党員集会は選挙年の1月に家庭であるいは公共の場に集まった人々が候補者を選ぶものであり、予備選挙で行われるように秘密投票を行うものではない。 国内、海外のメディアが全国的な候補者選びの始まりであるアイオワ州の党員集会に大きな関心を寄せ、それが終戦挙民の動機づけになっている。候補者選びに出馬する者は州内99軍のそれぞれで有権者に訴えるために大きな労力を使うことになる。マウントプレザント市のユニオンブロックビル、初期公民権運動や女性参政権運動の 舞台になった。州内で最も危険性の高い歴史史跡に挙げられ、改修が計画されている19世紀に、アイオワ州は人種差別特に教育での差別に対する禁止条項を法制化した最も初期の州だったが、20世紀に入っても完全な平等化の歩みは鈍かった。百三十九年七月、アイオワ州最高裁判所のラルフに関する事件判決で、 ラルフという奴隷がアイオワの土を踏んだ時に自由人となると裁定した。これは南北戦争終結の26年前のことだった。1851年には結婚について人種の壁を取り去っており、アメリカが衆国最高裁判所が異人種間結婚の規制を全国的に禁じたのはその100年以上後のことだった。 アイオワ州最高裁判所は1868年のクラーク対教育委員長事件判決で分離すれども平等というような人種差別をする学校はアイオワ州に存在しないと裁定した。これはブラウン対教育委員会事件判決の85年前のことだった。1875年までに他にも多くの裁判所判決があり、アイオワ州の学校における 人種差別を事実上を終わらせた。州立大学において黒人に対する社会的また住居に関する差別は1950年まで続いた。1873年、裁判所は、甲川大北西ユニオンパケット会社事件の審問を行い、公共の場での人種差別を禁じる裁定を下した。これは、アメリカ合衆国最高裁判所による同様な、 判断の91年前だった。1884年、アイオワ州公民権法により、事業による人種差別を違法とした。法に曰く、州内のすべての人民は、宿やレストラン、チョップハウス、食堂、ランチカウンターなど、気力体力の回復に供されるすべての場所、公共輸送機関、床や浴場、劇場など娯楽が供されるすべての場所の利用。 利点、施設及び特権を完全にかつ平等に受ける権利があるとされた。しかし、法廷はこの方に抜け道を認め、既存の人種差別が継続することも認めた。公共事業における人種差別は1949年まで違法とは考えられなかった。この年、法廷はアイオワ州対カッツ事件判決で事業は人種に関係なく、 顧客に奉仕しなければならないと裁定した。この事件は、エドナ・ナグリフィンがデモインのドラッグストアでサービスを断られたことに端を発していた。1965年のアイオワ州、公民権法により完全な人種によらない公民権が法制化された。人種間の平等と同様に、アイオワ州は19世紀半ばには女性の権利について先駆けとなったが、 女性に選挙権を与えるまでには時間がかかった。1847年、アイオワ大学が男性と女性に平等に入学を認めたことで、アメリカ合衆国の公立大学としては初めてのものになった。1869年、裁判所がアイオワ州では女性が法律実務を行うことを拒否できないと裁定し、アラベラ・エーマンス・フィールドの法律実務を認めたことで、 アメリカ合衆国の中では最初の州になった。1870年から1919 19年の間に女性の投票権を認める動きがあったがことごとく失敗した。1894年女性は部分的賛成権を認められ、命題に対する投票を認められたが、非選挙権はなかった。1920年にアメリカ合衆国憲法修正第十九条が、 批准され、アイオワ州でも女性の賛成権が完全に認められた。アイオワ州は連邦政府の男女平等権法を支持したが、1980年と1992年に州憲法に男女平等権法を謳う改正案は拒否した。公民権運動後、アイオワ州の裁判所判決で市民の権利を明らかにし、拡張した。1969年、 ティンカー対デモイン教育学区事件に対するアメリカ合衆国最高裁判所判決は学生が政治的見解を表明する権利を確認し記念否定判決になった。州法では1976年6月に同性による性的行動を犯罪としていたものを撤廃したが、これはローレンス対テキサス州事件判決の27年前のことだった。 2009年4月3日、バーナム対ブライエン事件に対するアイオワ州最高裁判所判決は、同性結婚を禁じる州法が違憲であることを判事の全員一致で決めた。同性結婚を認めた州として、国内では3番目、中西部では最初の州となった。アイオワ州4分の1ドル効果理面は、画家グラントウッドの絵がベースになっている。 CNBC テレビのビジネスのための最良集2010年では総合点でアイオワ州を第6位と位置づけた10ある評価項目の中で税金、公共料金など事業を行うための経費が評価された事業コストでは第1位になった経済の評価では第10位事業の親和性では第12位教育では第16位 生活費と生活の質で第17位、労働力で第20位、技術と革新で第29位、輸送で第32位となり、資本調達が第36位で最も評価低かった。アイオワ州は農業州と見られることが多いが、実際に農業は多様化した経済の小部分になっており、製造業、バイオテクノロジー、金融業、保険業、 行政サービスが州経済に大きく貢献している。この経済の多様化によって2000年代不況も他州よりうまくしのいでおり、失業率は2010年1月時点で6.6%と国内平均よりもかなり低い。アメリカ合衆国商務省経済分析局推計ではアイオワ州の創生参考は2005年で1240億ドルだった。 2006年の一人当たり収入は23,340ドルだった。2009年7月2日、スタンダードプアーズはアイオワ州州債を AAA に位置付けた。これは最高評価であり、アメリカ合衆国では11の州がランク付けされているだけである。コーンベルトの中核を成す州でトウモロコシの生産量が全米トップである。このか大豆、 豚の生産量も全米第1位を占め、総農産額の102億ドルも全米第2位である。製造業は2003年のアイオワ州総生産高の21%、208億ドルを生産しており、州経済で最大の産業部門である。主要製品としては、加工食品、重機械、農薬がある。州内労働力のが、 製造業で働いている。製造業では加工食品が最大分野である。その他の製品として機械、電気機器、化学製品、出版、金属一時製品がある。週内に直接、間接に加工設備を持つ食品加工会社としては、コナグラフーズ、ウェルズブルーバニー、バリラ、ハインツ、ワンダーブレッド、ホステススナックケーキ、トーンズスパイシーズ、 ジェネラル・ミルズ、クエーカー・オーツ・カンパニーがある。その他の製造会社では、3M、アルコア、アマナ・コーポレーション、デクスター・パッチ・ホールディングス、エレクトロラックス、フリッチデール、エマソン・エレクトリック、フィッシャー・コントロールズ・インターナショナル、ホン・インダストリーズ、イップスコ・スティール、ジョンディア、レノックス・マニュファクチャリング、メータグ・コーポレーション、ペラ・コーポレーション、ロックウェル・コリンズ、 バーミアカンパニー、ミネバゴインダストリーズがある。ジョーンズ群におけるトウモロコシの収穫バトラー群に建設中のエタノールプラント農業はアイオワ州経済の主要分野であり続けている。しかし農産物の生産と販売という直接的なものは州総生産高の約3.5%に過ぎない。間接的な役割は多くの方法で測ることができるが、 農業関連事業を含む、その大きさは、付加価値で16.4%、総生産高で24.3%となっている。この数字は、州内非農業製造業よりも低い。製造業は、付加価値で22.4%、総生産高で26.5%となっている。主要な農産物は豚、とうもろこし、大豆、塩漠、牛、 卵及び酪農製品である。エタノールとトウモロコシの生産では、国内最大の州であり、大豆でも最大になったことがあった。2008年、州内9万2600の農園が、国内のトウモロコシの19%、大豆の17%、豚の30%、卵の14%を生産した。マウントエア郵便局の壁が、トウモロコシのパレード。 ニューディール政策の一環として、オーアシー・フィッシャーが製作した農産物の加工会社としては、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、味の素、カーギル、ダイヤモンド・ビー・ミルズ、カースト・シード・カンパニー、ハート・ランド・ポーク・エンタープライジズ、ハイビー、モンサント・カンパニー、パイオニア・ハイブレッド・インターナショナル、クエーカ・オーツがある。6月の州中部とモロコ・シバタケ・ウィリアムズ近くの 風力発電施設周内には強力な金融と保険業の分野もあり、エイゴン、ネーションワイドグループ、アビバ USAA、ファームビュローファイナンシャルサービシズ、ING グループ、マーシュアフィニティグループ、メットライフ、プリンシパルファイナンシャルグループ、プリンシパルキャピタルマネジメント、ウェルマークブルークロス&、ブルーシールド、ウェルズファーゴ、ウェルズファーゴファイナンシャルサービシズなど、約6100社がある。 アメリカ医師会によれば、ベルマークブルークロスブルーシールドは2007年に州内健康保険の71%を扱っている。バイオテクノロジーが過去10年間で飛躍的に成長し、バイオリサーチプロダクツ、ベイリンガー・インゲルハイム、ベトメディカ、ダイオシンス、フォートドジアニマルヘルス、ペンフォードプロダクツ、インテグレーテド DNA テクノロジーズ、ロシアプライドサイエンス、 ワッカーバイオケム、ワイスなどの会社がある。エタノールの生産により、州内トウモロコシ生産量の3分の1を消費しており、再生可能エネルギーの生産口は、州内総生産口の8%になっている。2009年では39のエタノールプラントが31億ガロンの燃料を生産した。エタノールに加えて、再生可能エネルギーが 中北部と西部で経済の推進力になってきており、1990年から風力発電施設が急拡大した。2010年、風力発電によって電力の15.4%をまかない、2010年末での発電能力は3675メガワットだった。風力発電比率では全米第1位、発電能力ではテキサス州に次いで第2位である。 風力発電機とその部品の製造会社として、ウェストブランチのアクショナエナジー、ニュートンの TPI コンポジット、フォートマディソンのシーメンスエナジーがある。雑誌フォーチュンに乗った2009年の売上高上位1 0社のうち5社が州内に本社を置いている。すなわち、プリンシパルファイナンシャル、ロックウェルコリンズ、ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ2、テラ・インダストリーズである。その他に、 州内に本社を置く会社として、ハイビー、ペラコーポレーション、バーミアカンパニー、カムゴーガソリンスタンド、ボンモア、パイオニアハイブレッド、マクラウド USA、フェアウェイ・グロサリンストアズがある。アイオワ州は、個人収入、不動産、再建に課税している。所得税は0.36%から8.98%まで9段階の、 累進課税方式である。消費税は6%であり、未加工食品は免税である。住民投票後に軍が課すことのできる消費税がある。資産税は不動産の評価額について課されている。州内には2000以上の税評価機関がある。大半の資産は一つ以上の課税機関から課税される。税率は土地によって異なり、軍、市あるいは軍区。 教育学区及び特殊課税の合計となる。州の所得税から連邦の所得税を控除することを認めている。i 2011年、アイオワ州はアメリカ合衆国の州の中でゴミ処理の良さで上位4州の中に入った。州全体で公共スペースの正常度と清掃効率の良さが評価された。この年中西部の州で上位にランクされたのはアイオワ州のみだった。 州内の主要週間高速道路大都市と群外州内には主要週間高速道路4本が通っている。週間高速道路29号線は州西端を通りカウンシルブラフスと数指定各市をつないでいる。週間高速道路35号線は州南境界から北境界の間、州中央部を抜けておりデモイン市を通っている。 週刊高速道路74号線は、ダベンポート市の北と東で、週刊高速道路80号線から始まっている。週刊高速道路80号線は、州西端から東に、カウンシルブラフス、デモイン、アイオワシティ、クアッドシティーズを抜けている。週刊高速道路380号線は、 週間高速道路の補助線であり、アイオワシティ近くの週間高速道路8 5号線から、シーダーラピッツを抜け、ウォータールーまでとなっており、アベニュー・オブ・ザ・セインツの一部となっている。州内では、デモイン国際空港、シーダーラピッツのイースタン・アイオワ空港、イリノイ州モリーンのクアッドシティ国際空港、および、ネブラスカ州オマハのエプリエアフィールドなどの空港を利用できる。 他にも、ダベンポート市民空港、ダビューク地方空港、ホートドジ地方空港、メイソンシティ市民空港、スーゲートウェイ空港、サウスイースト、アイオワ地方空港、ウォータールー地方空港がある。アムトラックのシカゴとカリフォルニア州、エメリービルをつなぐ旅客列車、カリフォルニアゼファーが毎日州南部を通り、バーリントン、マウントプレザント、オッタムは、オセオラ、 クレストンで停車する。同じくアムトラックのシカゴとロサンゼルスを日々繋ぐ、サウスウェストチーフはフォートマディソンに停車する。アイオワ州は、アメリカ合衆国の中でも最初に高校を設置した、州とされている。1910年頃、今日中東教育校と称する学校が、州全体に設置され、これは当時としては、前例のないものだった。高校の設置は徐々に拡大して州外に及んだ。 学校が大きな収入を生むようになるまで長い時間を要したというはっきりした証拠もある。2009年、アイオワ州の4年生高校の卒業率は87.2%だった。この数字は国内第3位である。州内には365の教育学区があり、生徒対教師数比では13.8と国内39位である。 教師の平均給与は39,824ドルで国内42位だった。アイオワ州教育委員会はアイオワ州教育省と共同で全ての公立小学校と中等教育校、州の認可を受ける非公立学校、地域教育機関、コミュニティカレッジ、教師養成プログラムなど州の教育システムを監視、監督、支援している。 宗教育委員会は10人の委員からなる。このうち9人は6年間の任期があり、州知事の指名を州上院によって確認される。残り1人は投票権のない学生委員であり、任期は1年、知事の指名で就任する。アイオワ州にも AFS のプログラムで受け入れを行っているハイスクールがある。セントアンブローズ大学のクライストザ・キングレイハイドをラベンポート氏。 パーマーカレッジオブカイロプラクティック、ダベンポート市、世界初のカイロプラクティック学校アッパー、アイオワ大学のアレクサンダー・ディックマン、ホール、ファイエット市アイオワ州理事会は、州知事に指名された9人のボランティア市民で構成され、州の公立大学、2つの特殊学校及び、付属施設の政策立案、調整、監視を行っている。2つの特殊学校は、 カウンシルブラフス市にあるアイオワ資格障害者学校とビントン市にあるアイオワ州ブライユ展示資料化保存学校である。州立大学アイオワ州立大学とアイオワ大学はどちらも研究型大学でありアメリカ大学協会加盟校である。私立大学コミュニティカレッジマイナーリーグ独立リーグマイナーリーグアイオワ州は8つの州と公式の姉妹州を結んでいる。 ありがとうございます。